到着っと。毎度毎度ここまで来るのは一苦労じゃな。おーい、いるんじゃろ。また来やがったのか。相変わらずリアクションが薄いの。寂しい限りじゃ。てめえの暇つぶしの相手をしてやるほどこっちは暇じゃねえんだよ。暇つぶしとは人聞きの悪い。お主にも知らせておきたいことが起きたからわざわざ来てやったというのに。何、まさか。と、その前に眠り姫の様子はどうじゃ。眠り姫なら寝てるに決まってるだろうが。おお、珍しく正論じゃな。ではでは、早速顔を拝んでいくとするか。おい、言いかけてやめるんじゃねえ。ついに目を覚ましたのか。ああ、違う違う、そっちはまだじゃ。外の世界から客が見えての、それを教えておこうと思ってな。はっ、それで派手にドンパチやってやがったのか。おお、バレておったか。追い返してやるつもりが見事に返り討ちに遭ってしもうたわ。面倒事が増えたな。そのようじゃな。さてさて、お主はどう動く。傍観者気取りかよ、気に入らねえな。こればかりは仕方あるまい、生まれ持っての性質じゃからな。で、その客ってのは何者だ。何の目的でここに来やがった。あくまで遠目に聞いた感じじゃが、どうもこの十二星界を征服しに来たようじゃな。はあ、征服。ああ、確か絶対神とか言うておったかの。到着。それじゃ早速始めるわよ。待ってください、シュシュ様、置いてかないでほしいっす。急いで急いで、グズグズしてたらあいつらに負けちゃうでしょ。ただでさえリュウトの運転が遅いせいで私たちだけものすごく遅れてるんだから。仕方ないじゃないですか、他の人たちを全員下ろして回ってたんですから。って喋ってたらますます時間がなくなっちゃうわ。さあ、大急ぎでこの世界で一番偉いやつを探しに行くわよ。ふう、お腹すいた。もう少しで私の家だから。すみません、いろいろと。まったくよ、なんで私が。もうちょっとでご飯。あのさ、そんなに辛いんだったらダメですよ。これがないと私すごく困るんです。やっぱりそれ伝説。見た目はただの棺桶だけど実は中から魔法が。そういうんじゃないですけど、これがないと寝るとき困ると言いますか。あ、そう、なんか疲れるわあんた。そんなこと言わないでくださいよ。とりあえずその敬語やめてくれない。なんかこうムズムズして落ち着かないし。でもご飯をくれる恩人ですから、こういうことはちゃんとしておかないと。その私がいいって言ってんの。だいたいあんな非常識な登場しておいて今さら礼儀も何。そこまでおっしゃるなら。
敬語をやめてとは言ったけど、だからっていきなりちゃん付けってのはどうなの？ダメなの？いいって言ったりダメって言ったり。うーん、はいはい、いいわよ、好きな風に呼びなさいよ。ねえねえ、なおちゃんはあんなところで何してたの？あんなところで寝てたあんたが言うの？まあいいわ。うんうん、なおちゃんは勇者だから、勇者である私に見合う伝説の武器の一つでも落ちてないかなって探してたの。へえ、勇者って大変なんだね。でもそういうのって簡単に落ちてるものなの？知らない、私だって最近勇者になった。はあ、そういうものらしいわよ。村のじいさまに聞いたら、きっと近々すごく悪いやつが目覚めるか。おお、悪いやつ、ますます大変だね、勇者って。そうね、よくよく考えたら理不尽な話よね。今はまだ楽しんでやってるからいいけど。プリュウ、うわ、なんかくっつけた。プリュウ、え、なにこれ。わあ、泣いちゃってる。仕方ないじゃない、こんなちっちゃいのがいるなんて思わなかったし。プリュウ、プリュウ、プリュウ、うわあ、大声で泣くんじゃないわよ。こんなとこ誰かに見られたら。よしよし、重くて痛かったね、もう大丈夫だからね。失礼ね、重くないわよ。あ、シュシュ様、いたっすよ、こっちっす。ようやく誰か見つけたみたいね、絶対逃がしちゃダメよ。誰か来る？この子の飼い主かな？女の子と男の子？プリュープリュー、よく見つけたっすね、お手柄っす。プリュー、ちょっと、なんでこの世界全然人がいないのよ。すごく時間無駄にしちゃったじゃない。は？なんでいきなり文句言われなきゃいけないのよ。飼い主の人ですか？かわいいペットですね。ペットじゃないわよ、下僕。こいつらみんな私の下僕なんだから。プルルプルルレレレ、うわ、なんかいっぱい湧いてきた。うわ、こんなに下僕が。もしかして偉い人ですか？偉いなんてもんじゃないわ、めちゃくちゃ偉いわよ。よく心して聞きなさい。私こそはこの世界を征服しに来た圧倒的美少女絶対神、シュシュ様よ。おお、圧倒的美少女なんとか。シュシュ様、そういうことは堂々と言わない方が。なんでよ、こそこそ名乗ったりしたらかっこ悪いじゃない。そうじゃなくて、征服とか言っちゃうと。この世界を征服って言ったわね。あんた悪いやつなの？な、私が悪いわけないでしょ。ほら、こうなるっすから。だって世界を征服しに来たんでしょ、だったら悪者じゃない。征服はするけど悪くないの。こればっかりは向こうの言い分が正しいっすね。なおちゃん、喧嘩しちゃダメだよ。あ、でも悪い人だからやっつけなきゃいけないのかな。別に喧嘩してるつもりはないわよ、バカなこと言ってるから
ちょっとからかってやろうかと思っただけ。って、あなたたちの相手してる場合じゃなかったわ。とっととこの世界を征服しなきゃいけないし。あのさ、本気で言ってるの？あんたら二人とこのちっちゃいのだけで世界征服？くる？こんな世界くらい私一人でも楽勝よ。そんでこの世界で一番偉いやつって誰？やっぱり勇者とか魔王とかいんの？え、勇者は私だけど、一番偉いのは私なのかな。神様だし。え、あんたたちがそうなの？うん、コクコク。うわ、聞いた、リュウト、いきなり見つけちゃったわよ。ま、それっぽく見えないのはうちの人たちも同じっすから。さすがは私よね。これで勝ちはもらったも同然だわ。なんか勝手にはしゃぎ始めたけど、すごく嬉しそうだね。ん、ちょっと待って、あんた今神様って言った？え、はい、神様ですよ。本当に本当に神様なの？はい、本当の本当に神様です。ダメ、あんたは神様じゃないわ。なんか別のにしなさい。なんでなんで？あんまり神様が出てきたら安っぽくなっちゃうでしょ。神様は私一人でいいの。いや、シュシュ様、うちにもう一人いるっすから。ベルはいいの？私の友、下僕だし。そんなこと言われても神様辞めるわけにもいかないし。ダメったらダメなの。おお、シュシュ様、だったらこの子も下僕にするってことでどうっすか？おお、そうね、確かにそれでいいかも。リュウトにしてはいいこと言ったわ。それほどでも。ということで、あんたたち私の下僕になりなさい。はあ、さっきから好きかって言って、何が悲しくてあんたみたいなチンチクリンの下僕になんなきゃいけないのよ。チンチクリンですって？ふまあいいわ、どうせすぐにそんなこと言えなくなるんだから。なおちゃん、やっぱり喧嘩？こういう調子乗ってる子には少しは痛い目見せてあげないとダメでしょ。でもでも。さあ覚悟しなさい、二人まとめて私の下僕にしてあげる。さあかかってきなさい。覚悟しなさい。おしまい。すっごく眠くなってきちゃった。私が負けるなんて。全然相手になんなかったわね。さすがスーシュシュ。負けた。なんなのよこいつ。当たり前でしょ、絶対真なんだから。ねえリュウト、こいつらの萌えポイントって何？え、そんなの僕が知ってるはずないじゃないす。え、なんで知らないのよ。リュウトが下僕にしちゃえって言ったんじゃない。そりゃ言ったっすけど。ああ、やっぱりリュウトだわ。肝心なとこでダメダメなんだから。そんな、それはあまりにも理不尽っす。なんか揉めてるわね。今のうちに逃げられないかしら。無理、体中痛くて動けないし。そうね、私もだわ。ああ、もうとにかくあんたたちは負けたんだから、おとなしく私の下僕になんなさい。いやよ、あんたの下僕なんて絶対に嫌。私も神様だから下僕とかは困る。もうなんでそんなわがままばっかり。ねえねえ、あんたが背負ってるそれ
これ？カオケ。カオケ。リュウト。普通は死んだ人を入れたりするものっすね。へえ、よくわかんないけどやっぱりかっこいいわ。これはダメです。すごく大事なものですから。そんなケチケチしなくてもいいでしょ。下僕のものは私のものなんだし。やめなさいよ、嫌がってるでしょ。そりゃ、リュウタを閉じ込めて遊んだりとか。縁起でもない遊びはやめてほしいっす。ねえ、だからいいでしょ、それちょうだい。いくら言われてもダメなものはダメです。うん、それじゃあちょっとだけでいいからね。ちょっとだけあげるって意味がわかりません。あー、中見てもいい？これどうやって開けんの？あー、勝手に触らないでください。私にも開け方がよくわからなくて。確認しておくけど、あんたたちって世界征服しに来たのよね。シュシュ様がつい目的を忘れるのはいつものことっすから。きっとこの辺の鎖とかどかせば。やった、開いたわ。おお、そうやって開けるんだ。どれどれ、中はこ、え、今なんか引く。シュシュ様。なんで蓋閉めるのよ。あ、私じゃありません。え、ねえ、今。はい、勝手に閉まった。暗い暗い、真っ暗で何も見えない。あ、今すぐ。本気っぽい悲鳴だけど、ねえ、シュシュ様、どうしたっすか？わかんないわよ、わかんないけど、ぬるぬるで、ドロドロしたのが絡みついて、うわぁ、ドロドロ、ぬるぬるで、ドロドロ、シュシュ様が、何鼻血出してんのよ。あ、大変。服物は。こっちの方が大変よ、早く開け。何だよこれ、本気でやめて。あ、この…よし、シュシュ様、今開けるっすよ。なんで返事しないの。シュシュ様、シュシュ様。急に。シュシュ様、今助けるっす。大丈夫？あれ、そんなわけないでしょ。あ、またまた、そんな、そんな、どこっすか。私にもわから。返せ、シュシュ様を返せ。だから私に言われても。本当に消えたの？ん？ねえ、蓋の。そんなの今はどうでもいい。いや、でもシュシュ様だけ。え、あ、本当。キュン。これってもしかして。シュシュ様。さあ、そんな一言みたいに。はあ、シュシュ様がこんな手のひらサイズ。あんた喜んでない？しょうがないじゃないっすか。だってほら、シャンプルと同じサイズの。ブリュブリュ。一応いくにゅ。ああ、そうだ、喜んでる場合じゃないっす。連れて帰るってどこによ。
シュシュ様の拠点っす。向こうに G キャッスル。おー、G キャッスル。